皆さんこんにちは。今日ご紹介をいたしますのはこちらになります。こちらの方は車の方でも私散々ご紹介させていただいております、カープライドからリリースされておりますポータブルオーディオです。で、今回のこちらのポータブルオーディオは二輪のポータブルオーディオということで、私も初めて使うポータブルオーディオなんですけれども、非常に使いやすい、さすがカープライドというだけあって非常に使いやすいポータブルオーディオとなっておりますので、ぜひ興味のある方は最後までご覧になっていただければと思います。で、今回の私の動画でのご紹介する項目としましては、こちらのセールスポイントですね、特に皆様におすすめしたいポイントについてご紹介をしていきたいと思います。まずこちら一つ目の紹介なんですけれども、今電源が入っている状態なんですが、一度電源を落とします。で、電源に関してはですね、このディスプレイの側面左側についているんですけれども、そこを長押しすると電源の方が切れるようになってます。で、もう一度電源入れます。で、これはアクセサリーと連動式ではなくて、バッテリーから直接取る電源になっておりますので、常時電源となっております。はい、このように今開いたところなんですけれども、ここから見ていただきたいんですが、はい、このようにですね、なんとパッと電源を入れただけでカープレイが使えるようになっちゃうっていうところですね。ここがですね、やはり四輪でもすげえ早いなって思ったところだったんですけれども、このバイク用のカープライドに関してもですね、非常に素早くカープレイにつながってくれるということで、携帯を取り出す必要っていうのがないっていうことですね。車の場合ですとね、携帯を取り出して使う人も多いですけれども、バイクの場合ですとね、やはり携帯を取り出すとやはり落下したりとか、あとはスマホのホルダーをね、つけてらっしゃる方もいますけれども、私もスマホホルダーも試しにつけたんですけど、やっぱりバイクの場合ですとね、振動が多い。で、私の場合、バイクと言いましても、原付きの免許しか持ってないので、まあ、50cc のバイクになっちゃうんですけれども、より一層振動が多いということもあって、スマホホルダーを取り付けていても、携帯が落下する恐れっていうのがあって、ちょっとね、怖いんですよね。そういう意味ではね、これ、つけることによって、特に、気にすることなく、携帯の落下を気にすることなくツーリングができるということで、これはねすごくね便利なアイテムとなっております。これを使うメリットとして、やはりこちらですね、 Google マップがすぐに使えてしまうということもありますし、またこちらです、やはり音楽を聞きたいと、音楽を聴きながらツーリングをしたい、バイクに乗りたいっていう方もいらっしゃると思うので、まあ、そういった意味ではこの Amazon Music 等を流しつつ音楽を聴くということもできると、まあ、いうことになります。私の使用例ということなんですけど、音楽を聴く際はどういった形で使っているかということなんですけれども、こちらになります。で、一度ホーム画面に戻るんですけれども、この Bluetooth トランスっていうところがありまして、今切断しちゃってるんですけど、 BCOM の PlayV1.1 という、こちらをつなげています。これは今試しにつなげてみたいと思うんですけれども、まあ、バイク乗りの方はもう私なんかよりも全然ご存知の方多いと思うんですけど、私これ今使ってるんですけれども、ここを長押しすることによって、まあ、電源が入るようになります。これインカムなので当然中にイヤホンが入ってるわけなんですけど、もう電源を入れた瞬間ここも接続済み、はい、ここですね、接続済みになっているのがお分かりいただけると思うんですけれども、これによってですね、インカムの操作が、インカム上で操作ができて、かつバイクに乗っていても音楽が聴けるという形で、こういう形で使っております。で、またカープレイに戻りますけれども、また音楽だけじゃなくて、あ、当然なんですけれども、こういった形でマップで、ここで操作するのもまためんどくさいと思うんですけれど、そういった場合に音声で操作ができるということです。音声コマンドを発することによって、行き先、例えば自分の行きたい行き先等を
告げることによって勝手に案内してくれるという、そういった機能がついているということで、これが非常に重宝するということになります。私の場合は BCOM のインカムを使って、それをこのカープライドにつなげて Amazon Music、 それから Google マップ、まあ、そういったものを使っているということになります。次のセールスポイントなんですけれども、こちらになりまして、これ今普通に映ってるように見えると思うんですけれども、実は今ちょうど12時5分ぐらいなので、東から西日に差し掛かろうとしている状態で、ちょうどこう真上から光が照ってる状態です。それでもこれだけ映ってる、携帯で映しても見えるのがお分かりいただけると思うんですけれども、非常に輝度値が高くて、野外でもモニターを見ることができるということになります。で、これなんですけれども、今輝度が最大になっているんですけれども、ここの設定ですね。で、バックライトっていうのがあって、ここの設定になります。今7にしてあって、で、これ上げることができるんですね。最大10まで上げることができます。で、昼と夜ということで、まあ、このように任意でこのように選ぶことももちろんできるんですけれども、任意でこのように設定するということもできます。昨今のこういったポーダブルオーディオなんですけれども、やはり輝度が低すぎちゃうと、特にこういったバイク用とかになってきますと、ほぼ使い物にならないと言ってもいいと思います。ですけど、こちらに関しては非常に輝度も高くて、先ほども初めて私これ使って走ってきたんですけれども、もう全然明るい、もう全く暗いなっていうことを全く感じないぐらい、しっかりと目視ができるモニターになっているということで、当たり前のようなんですけれども、結構他のポーダブルオーディオを見ていると輝度値が低くて暗いものもあったりするんですけれども、こちらの方は輝度調整がしっかりとできるものになっておりますので、野外で使う場合でもしっかりと適用できるものになっているというのが2つ目のセールスポイントとなっております。それから3つ目なんですけれども、これもねちょっと驚いちゃって、いやさすがカープライドを考えて作られてるなって思ったんですけれども、こちらになります。で、今回私なんですけれど、これカブなんでね、あのステアリングハンドルがですね、ハンドルに固定するところがあまりないんですよね。だから、まあ、ここのグリップのところに今回取り付けをしてるんですけれども、まあ、これは、まあ、よくある、以前も紹介した秋代さんから出ている AIO5 ライトとも同じような取り付け方をしているんですけれども、これのね、いいところはね、なんと言いましても、こう握るじゃないですか。で、握った時にですね、こう邪魔にならないレイアウトになってるってことなんですよね。で、それはどういうことかというとですね、ここなんですけれども、ここをこのようにひねることによって、こうね、高さ調整がね、できるんですよ。で、なおかつこれ横にもこう持っていくこともできる。これすごい自由度がね、高い。で、今ここ、ハーネスがね、今、ここにあるんですけれど、まあ、このハーネス自体今、たるんでない状態になっているので、これ以上今、この状態だと高くはできないんですけれども、もし高くしたければ、ハーネスをもうちょっとこっちの方に持っていくことによって、高く持ち上げることもできるわけなんですけれども、非常にですね、自由度が高くて、こういったバイク等ですと、やはり取り付ける場所っていうのがかなり限定的になると思うんです。でもそういった状況の中でも、これを付けることによって、調整しろというものが非常に自由度が高いということもありまして、取り付けしても全くこの操作系の邪魔にならない、なりにくい、そういった作りになっているっていうのが三つ目の大きなセールスポイントになってくるかと思います。で、先ほどのスイッチなんですけれど、ここは電源のスイッチになっていて、ここで電源のオンオフをします。1回押すと電源が切れます。で、また電源を入れたいといった場合はここを長押しします。そうすると
カープライドという画面が立ち上がって、ただ立ち上がるだけじゃなくて一回携帯とペアリングをしているのであればすぐにカープレイにつながってくれると、そういった仕上がりになっているということになります。もうこれはね素晴らしいです。とにかくポータブルオーディオでもすごく使いやすいんですけど、このバイク用のポータブルオーディオとしても十分使いやすいものになっていて、いいものを買ったなって誰もが思うような、そういったポータブルオーディオになっているということを皆様にお伝えできるかと思います。最後にですね、少し宣伝になっちゃうかもしれないんですけれども、こちらバントゥルのですね F1 というドライブレコーダーつけてます。実はですねカープライドと関係があるメーカーでして、この会社バントゥルというブランド、それからカープライドというブランドを両方持ってる会社だっていうことをですね私最近気づきました。なので最後にすごく使ってこれ便利だなと思ったところをですねデモンストレーションしていきたいと思うんですけれども、まずですねこのアクセサリー電源をですね入れますね。これ聞き覚えのある方もいらっしゃると思うんですけど、これ車でも同じ音するんですけれども、これバイク用でここスピーカーついていて、この電源が入るとですね音声で知らせてくれるんですね。でさらにすごいところがありまして、これカープライドに今電源ついてるじゃないですか。で一回閉じますね。でこれ電源を切った理由っていうのは何かと言いますと、今度ドライブレコーダーの Wi-Fi が接続済み、はい、今これ Wi-Fi 接続済みってなったんですけれども、例えばドライブレコーダーの収録動画を確認したいって言った場合、ここの電源をオフにして、で自動的にペアリングされて携帯のアプリ上で収録動画が見れちゃうっていうことなんですよ。こういったね連携機能なんていうのも、これおそらく同じ会社で作られているものなので、こういったところも非常に優れたポイント。携帯で今収録している状態なわけなんですけれども、もう自動的にでもう一回これやるわけなんですけど、もう一度このカープライドの画面立ち上げるわけなんですけども、見ててください。はい、 Wi-Fi が切断されました。はい、このようにですね Wi-Fi が切断されて、でこちら、はい、このような形でカープレイが映ってくれるということで、このね連携機能というのもまたね素晴らしいなと、まあ、今回ね使ってみてですね、まあ、思ったところで、まあ、皆様にですね、最後こちらご紹介させていただきたいなと思います。はい、ってことで今回なんですけれども、こちらのカープライドからリリースされております W502 のバイク用のポータブルオーディオ、こちらのご紹介を本日はさせていただきました。こちらの製品の詳細なんですけれども概要欄の方に貼っておりますので、ぜひ興味のある方はこちらご覧になってみてください。それではまた次回の動画でお会いできることを楽しみにしております。失礼をいたします。